1501回始めます。今日は2023年8月23日の水曜日ですね。8月ももう下旬ですよ。はい、まだまだ暑いっすね、毎日ね。うん、いやー、この廃屋も暑いし、あとね、私ここで暑い中タバコ吸うんですけど、タバコは夏はダメだね。うん、やっぱタバコは寒い時にね。うん、夏はね、合わないね、タバコはね。はい、今回フライデーからね、なんか最近ね、何回か見るんですよね、この新宿の新大久保とか、あと大阪の方にも、いわゆる立ちんぼって言われる女性ね。うん、要は路上売春ですよ、路上売春。うん、そういうね、いわゆる立ちんぼと呼ばれる女性たちが結構増えてるみたいな。まあ私、何でしたっけ、歌舞伎町のね、からどんどん奥に入っていって、新大久保に抜けるあたりですか、あそこに確かね、公園ありますよね今。うん、公園からもっと奥に行くと、ね、新大久保方に行くんですけど、ちょっと怪しいね。あそこ昔からいましたよね、立ちんぼの女性ね。主に外国人ですよね、南米系の人とか、まあちょっとよくわかんないんですけど、外国人だったんですけど、今日本の方がいっぱいいるみたいね。私全然東京なんか行かないしね、もう新宿なんて何年行ってないんだってぐらい行ってないですね。だから今なんか歌舞伎町タワーとか、うん、あと東宝ビルも新しくなったみたいだし、駒尾劇場のところ、うん、なんかいろいろニュースは見てるんですけど、あの辺に日本人の女性がもうたくさん、いわゆる路上売春みたいな感じでいるみたい。あとこのフライデー、今回のフライデーでは大阪の話載ってますね。大阪にもいるみたいですね。はい、いやー、なんか世の中ほんと変わるんだなと思いますね。はい、大阪北の中心地、梅田から徒歩圏内、ラブホテルが点在する、これなんて言うんだろう、戸賀野町っていうところですか。大阪北の中心地から近い、うん、ラブホテルが密集するあたり、戸賀野町、軽自動車1台通るのがやっとの細い路地裏に20名弱の女性が立ち並んでいたということで、時刻は21時過ぎ、まるで夕方に群がる虫のように男たちが次々現れ、女性たちと接触、一人また一人とホテルに消えていったということで、梅田のあたりでね、で東京新宿の立ちんぼね、これが社会問題化する中、うん、ここ大阪の地でも同じような光景が広がっていると。客待ちしていた女性たちの年齢層は幅広く、20代前半が目立つが40代と思われる女性もいたと。で相場は、うん、1.5 万円で、あとはホテル代と、だいたいゴムなしで2万、中出しでプラス1万円が相場みたいな、いうことで彼女たちに声かけるとそういうことを言うということ。ここには月に200万円稼ぐ猛者も立っていたと。18歳の美香だと。うん、この美香さん、梅田で大体ね130万円、ツイッターの自家式ね、 X っていうんですか、今これで、うん、TwitterX で30万円、パパ活で40万円、これ合わせて200万円、これが美香さんの収入だということで、月200万円ですよ。パパ活から Twitter からこの立ちんぼから合わせて200万円ということですね。で、今までね、そういうことしたのが1000人は超えてると。いや、すごいね、本当に。はい。で、この人たちね、こうやって稼いで何やってるかというと、稼いだお金を推し活に使ってるっていうんですね、大体。私の推しはバーの店員で月に150万円ぐらいは払ってると思うと、ね、いうことです。あと、まあ、うん。大阪の立ちんぼスポットといえば、2019年から2020年にかけて、梅田地下街の待ち合わせスポットの泉の広場で、なんと61名の立ちんぼが、現行犯逮捕されるという衝撃的な事件が起きているということ。なんか聞いたことあるな、これな。2019年から20年ぐらいに
なんか61人ぐらいね逮捕されたっていうのはなんか聞いたことあるような気がするな。はい、これね、本当あのこの売買春っていうの、うん、まあ買う側と売る側といて、うん、まあ、需要と供給が成り立ってるんだろうけども、あのね、まあ一応男の方っていうのはね、一応まあ犯罪ではあるんだろうけども罰則がないんですよね、確かね、うん、女性の方は罰則あるのかな、うん、分かんないですけど、あの詳しくは男は罰則ってないと思いますよ。その辺ね、あのしないと、うん、でもするとかしないとかっていうのはこれ難しい問題みたいですよ、これ本当に。はい、あともう一つ、これ同じような話、週刊スパ、これ歌舞伎町の、うん、公園っていう意味でですね、公っていうのはあの交わるに、縁っていうのは縁っていうんですか、うん、あの大久保公園の外周には若い日本人の女性の姿があっていうことで、まあ大久保公園昔からね、私が行ってた時からっていうのは変ですけど、ね、外人さんとかメインに立ってたんだけど、今もうほとんど日本人の娼婦さんが多いみたいですね、これで大久保公園と縁公を掛け合わせた公園っていうね、縁公の公園、縁っていうのが縁っていう字みたいですけどね、公園っていう言葉が SNS 中心に広がり、ちょっとした社会現象になっているということで、彼女たちね、この歌舞伎町の人たちもホストクラブに貢いでみたりですよ、うん、通ってみたり、あと何に使ってるか、うん、ね、わざわざそういうことしてね、大金稼いで、ね、ホストクラブ、なんか歌舞伎町もホストクラブ多いみたいですね、あの昔に比べると増えたみたい、うん、何でしたか、地下面とかいう、なんかそういうのにハマるみたいですね、ホストクラブとか、あ、メンズコンカフェとかメンズ地下アイドルなど、うん、そういうのに貢いでるみたいですね。わかんないんだけど、これ10代後半から20代ぐらいの女の子たちね、そういうところに使ってるみたい、メンズ地下アイドルね、どういうのだかわかんない、売れない身近なアイドルみたいな感じで言ってたけどね、そんなメジャーなアイドルじゃなくて、うん、あとはホストクラブ多いみたいだね、150件ぐらいあるって言ったかな、うん、歌舞伎町だけでね、そういうところにこのね、立ちんぼして金貯めて、そういうところで使ってるっていうことですね。あとこの週刊スパの方にはこういうことする人、発達障害とか、愛着障害とか抱えてるっていうね、ちょっと心の病じゃないけども、あの抱えてる子も少なくないっていうことで、発達障害や愛情障害の認知が広がったのも最近と言えますということで、うん、結局、うん、まあちょっとね、心病んでる方とかね、闇気味の方とか、あの自分でいろんなこと判断能力ができにくいような方とか、そういう人も結構いってるみたいですね。はい、でもまあこれいつの時代もそういう人はいるしね、昔からあるんだろうけども、なんか最近これよく聞くね、歌舞伎町とか、うん、あと大阪とかのね、繁華街にそういう立ちんぼ女子がいるっていうのは、まあね、まあ、うん、どうなんでしょうね、これね、難しいね、まあ、私なんかはあんまりまずね、今住んでるところでも街なんかあんま行かないっていうのもあるんだけど、まあとにかく今梅毒っていうね、あれも流行ってるみたいだしね、いろいろな事件とかね、事故とか事件か、うん、に巻き込まれるっていうケースも結構あるんでね、まあ安易に手出さないようにっていうことですね、これね、まあ若い女性とかあんまり見てないと思うんですけど、うん、一応最近こういうのニュースよく見ますっていうことで、あの歌舞伎町と大阪の北、うん、梅田の近くね、うん、こういうのいますっていうことでやりました。1501回終わります。チャンネル登録、高評価よろしくお願いします。失礼します。